よし,よし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 こんにちはおしゃべり会終わりでございますありがとうございますよしあお仕事行ってきますもう今日って土曜日ですよねあ日曜日ですよね大変だありがとうございますありがとうございますごい頑張ってください お久しぶりですどうもーこんにちはみんなお昼配信お集まりいただいてありがとうございますちょっとあれイヤリング消えたあった小判ありがとうございますお仕事行ってきますあの、そっちのねそちらさんのねはいなんだっけ あそう皆さんにちょっとお詫びを先にさせていただきたいんですけどよいしょ似合うありがとうございますあかわいいありがとうございますそう今日はだいぶおめかししてめかし込んでるんですけどそう先にちょっと謝罪をさせていただきたくてあのですね私昨日の配信で今日の配信もう今日26日 ですよね、今日は26日の配信はあのお昼にがっつりやりますみたいなおしゃべり会終わりにがっつりやりますって昨日言っちゃったんですけどそうでもあのですね昨日の夜になって今日入っていた予定がずれまして夕方からの予定があったんですけど今日ちょっと待って <laughs> なんですけど そうだからあ待ってみんな,なんか入っちゃったそうずれましてだからそうまあそれなら夜やった方が皆さん見やすいかしらと思いまして勝手ながら変更させていただきましたので今はですねまあ30分ぐらいやって、まあ、せっかくなのでね別に。 お昼にできないわけではないので、まあ、今30分ぐらいやってまた夜に夜にあの改めてその7ブロックを配信できたらいいなと思っているところですだからごめんねもしお昼しか見れないよっていう人がいたら申し訳ないんですけどでもそう昨日ねそう 「あ日はお昼に配信します」って言ったところ「いやちょっと俺おしゃべり会まだあんねん」みたいなあのたくさんあの <laughs> 言われてまあ逆に皆さんからしたら好都合かもしれないけど <laughs> 大丈夫ですかねそう。 逆に逆に良かった。あんなお昼しか？見れない？方どれぐらいいらっしゃったかしら？旗ありがとうございます。私言ったっありがとうございます。作業もありがとうございます。だから夜にね。7ブロックを完成させようかなと思います。今日何人かの方が。あのー、おしゃべり会で。 め「のノブロック作ったよ」って言ってカビゴンの完成図を見せびらかしてきた人がいて結構私は今日作るって言ってんのにみんなもう我慢できなくて作っちゃうだからあよかったらよろしくお伝えください。 今日清水してなくてつまり北の天満宮だなちょっとあのもっとあの掘らないでくださいちょっと <laughs> そこ開拓していかないでくださいちょっとまたややこしくなるんでああだよね皆さんおしゃべり会来てくださった方本当にありがとうございました 楽しかったですすかか私は楽しかったですでもちょっと今なんか自分の顔に納得がいってなくて悩んでるリングライトのせいかなハートありがとうございますまぶしいあこっちのが漏れてる今日私 ひのちゃんに撮ってもらったら写真、割と漏れてたので結構自信あったんですけど、そんなに漏れてなかったみたい。肌ありがとうございます。こっちの方が漏れてるね、顔。なんか昨日、とととすっごい濃いメイクをしていたので、って言っても母にも、いや、メイクの違いはわかんないよって言われるレベルなんですけど、私からしたら結構濃いめのメイクをしていたんですよ。だから、なんか、ちょっと、 あの薄い私からしてみたら昨日一昨日よりちょっと薄い薄い顔だなって思ってるんですよあ今日は漏れてる本当にじゃあそれ信じるわなんだけどさそう今日ねこの結婚式結婚式三列ワンピースみたいなそう今日もねそのあの 本当はもう激漏れの量産型メイクをしたかったんですけどでもお洋服に合わせて誰もありがとうございますお洋服に合わせてもう本当にアイシャドウの色も控え抑えて控えてもうグレーみたいなちょっとこれで伝わないと思うんですけどグレーでそう。 もう着か昨日の昨日の少女が大人になりましたみたいな感じ <laughs> 昨日の地雷,地雷系あ地雷系じゃないけ昨日までの量産型女の子が大人になりましたっていう感じの新婦側親友の中にそうそういうこと <laughs> でもこれもさ白に入る入るか入る 私は何かこうなんて言うんだろうもう親戚の結婚式とかしか行ったことない小学生とかが最後だと思うまあさなかなか私の私のまだ同い年で結婚するでなかなかいないと思うのでまだでもあと23年経てばさ 私も同級生の結婚式呼ばれるのかなって思うとゾワゾワするゾワ,ゾワゾワするゾワゾワする <laughs> あ白いですかじゃあこれはダメかな これは私将来結婚式に来ていこうと思ったんですけどこれはアウトですか？髪型かあどうもこちらはこちらをちょか。 仕事があるのでそろそろ抜けます。最初ありがとう。こちらこそありがとうございます。お仕事大変ですね。あの休日なのに頑張ってください。ありがとうね。休憩中に聞いてくれて。下からライトブルーだからそういうことですか。本当に？なんかこんな色スカート。本当に？なん本当に可愛いよね。 はじめましてありがとうございます <laughs> でね見てくださいブレスレットも水色で合わせたんですほら見えますかめっちゃ<笑><笑>待って私こんなにここ筋肉あったっけえなんかめっちゃ筋肉ついてるのえこんなもんですか人間の筋肉って めっちゃ筋肉ついてるんだけどえめっちゃ <laughs> めっちゃモリッとしてるんだけどあマイクそういうことこれ全然力入れてない状態なんですけど「はたありがとうございます」なんかめっちゃめっちゃ筋肉ついてない左右必勝 可愛い,いありがとうございますあねじるとそんなもんそういうことあ確かにびっくりしちゃった <laughs> びっくりしちゃったここって筋肉あるんだ <laughs> <laughs> いや違うこれはこっちを見せたかったんです <laughs> めっちゃもうこっちにしか目いかないけどどうしよう <laughs> こっち水色けれどとお洋服が見えないんですけど水色なのいや私本当にさ腕の筋肉がすごいんですよねめっちゃねここ硬いなんか 一つり下げられそうなぐらい。あるじゃないですか、なんかこう、マッチョな男性が子供二人をこうやって抱えるみたいな。あるじゃないですか、ここで。子供が、ふえぇみたいな。あれ多分私できると思う。さすがに調子乗ってるから。私本当に、筋肉すごいんですよね。あおちゃんくらいならいいけど。 確かに両,両腕でさこうやったら私もいけると思う本当にねすごいの筋肉質なのかなかイりちゃんとゆい子ぶら下がりそう確かに <laughs> めっちゃ偏見だけど分かるえやらせてあまたかイりのものまねしちゃう。 っ <laughs> って言って言き NGT で腕相撲をやらないあでもねそれはぶっちぎりでサラが勝つのでもうおのずとおのずと答えは出ているんですよ私が最下位です腕相撲は私は本当にできないのどこの筋肉使ってるの腕相撲ってとにかく指相撲ならできるけど私腕相撲はね万年最下位でした NGT で腕相撲をやっても サラン以外激弱なんですけど綺麗ではありがとうございますハトマありがとうございますいび妻は古俗な手段をいくらでも使えるじゃないですか失礼でしたら申し訳ないですがサムネイルより綺麗ですねありがとうございます <laughs> だよねわかる私も思う壁写真壁写真って言うんですけどそう漏れてないですよね本当に一刻も早く変えたい綺麗だよありがとうございます壁写真の私のなんて言うんですか変遷1年目が一番漏れてて2年目がまあ2番目に漏れてて3年目今なんですけど3年目っていうか 3, 3回目 一番漏れてないの本当に早く変えたい私なんかあれねそうこう今の壁写真がちょうど去年の今ぐらいの時期に撮ったんですけどめっちゃもう一日中ね生写真撮影の日だったのだいぶね長丁場で朝9時から夜8時とかだいぶ長くて。 そうでそれに加えて壁さんの撮影が一番最後だったんですよだからもうメイクもよれてるしなんかもう表情もなんかもうみたいなもうクマもできてるしみたいな <laughs> 本当に本当に散々なコンディションで撮ったんですよだからあれ漏れてる子は本当にすごいと思う しかもめっちゃね、かびしゃってすごいなんか力んじゃうんですよ。本当に緊張しちゃって、1年間その顔が使われるわけじゃないですか。公式サイトで。ってなるとものすごく緊張しちゃって、結局私も失敗したんですけど、でも1年目が一番漏れてたから1年目のやつにしたい、常に。あ、でもそう、クリスマスの、 クリスマスとかハロウィンハロウィンだっけな壁写が変わるじゃないですかなんかクリスマス仕様になったりするじゃないですか壁写真が私あれが一番漏れてるんですよね毎年三体衣装の自分がだから常にもうクリスマス仕様であってほしいんですけど 気になる方はぜひチェックしてみてください。と何かしらの検索ワードできっと出てくると思います。基本的にさクリスマスの壁写真ってさ全員漏れてないなんでだろうねみんな漏れてる。 2018年のクリスマスが一番漏れてちょっと待って気になるんだけどどんなですかあもう18分だなんて調べればいいんだろう ちょっと調べ方が分からん <laughs> 頑張ってください今日お仕事の方多いんですね日曜日なのに大変だありがとうこちらこそありがとうございます でもまだランキングで男女読みするには早いな。あと2分経ったら男女読みをしたいと思います。本当に眠くて、眠くて、今にも寝てしまいそう。配信しながら全然寝られる。 バレたでも内緒にしいいてください多分気づかれてない多分気づかれてないから内緒にしといてくださいあ見てください今日の髪うまくないですか <laughs> やめてやめてみんなばらさないで私の悪事をあちょっと待って髪引っかかっちゃった見てください私髪の毛うまくない 聞いてください今日ひのちゃんの髪の毛を巻いてあげたんですでも人の髪の毛の方が簡単巻くのでもひのちゃん髪の毛が <laughs> あ似合うありがとうございますあ初見な方ありがとうございますひのちゃんの髪の毛サラサラすぎてアイロンをすり抜けていってしまうんですよあんな髪の毛初めて触った アイロンの挟む力が弱いのかひのちゃんの髪の毛がサラサラすぎるのかどっちかわからないんですけど初見の方ありがとうございますあきれだよありがとうございますそう優しくない私ひのちゃんの髪の毛ひのちゃんってめっちゃ起きてから 数十分でで家を出るんですってだからメイクも髪の毛も全部会場でやる派なんですけどひのちゃんだから私のひのちゃんの髪の毛を言いながらひのちゃんは自分の顔をメイクしてるみたいなまあギブアンドテイクですひのちゃんはいつも私にいろいろなことを <laughs> いろいろなことをしてくれるので <laughs> ギブアンドテイクですハートありがとうございますだからここで恩を売っておこうという作戦ですでひなちゃんに「何かお返しをしないと」って言われてそう「何してくれるの?」って聞いたら「一緒にカラオケに行ってあげる」って言われました あ,ーありがとうございます確かにそれはものすごくものすごく価値の高いお返しだなと思いました <laughs> そうだよねだっていつも無料でやってますもんあ無料でやってくれてますもん レッスン付き分かんないのどっちなのか分かんないのひのちゃんのソロリサイタルかどっちかソロリサイタルなのかレッスンなのかどっちかどっちの道もありえるじゃないですかひのちゃんの場合まあどっちにどっちでもいいんですけどねあ待ってまた来た眠気が。 待て。あ、もう27分だ。ってことはもうランキング発表していい時間だ。別に違うんです。そんなに、そんなにゆめちゃん、早く配信終わりたいのとかそういうわけじゃないんですけど、決して、決してそんなことはございません。が、しかし、私は眠い。 とてつもなく眠たい。だから。<laughs> 違う。終わりたいわけじゃないんですけど。そう。早く昼寝がしたい。そう。それです。そう。限界が来ているの。ここまで。そう。違うんですよ。配信できるもんなら、配信したいですよ。そりゃ。だけど、 眠いの私は <laughs> やばいもう眠すぎて判断能力鈍ってる私変なこと喋ってますか違うよ終わりたくはないよもちろんだって夜にも配信するって言ってますもん私 <laughs> だからこれから寝ます私は。 本当に寝ますということで寝るよだからランキング発表をさせていただきます <laughs> 違うんだよ本当にねこれはあの誤解したらごめんなさいあ誤解させてしまったらごめんなさい全然超配信したいよ本当は眠くなければね だから一旦絶対夜にはきっと目覚めてると思うので夜にカビゴンを作りたいと思いますそれではランキング発表をさせていただいてよろしいですかいきますよやばい眠たい本当に眠たい でも今日の晩ご飯は餃子が食べたいんだ。第13位。9人、頭く夢夢さん。ありがとうございます。今日もありがとうございました。またよろしくお願いします。第12位。チーボーアトワーク。お久しぶりのおしゃべり。ありがとうさん。こちらこそありがとうございました。また間が分かんないうちに。<laughs> ありがとうございます。第11位。 む、箱押し、マウルーム四日以米2月中3、ありがとうございます。絶対発音間違えちゃった。ありがとうございました。はじめましてかな。ありがとうございます。またいらしてください。はたありがとうございます。変わっちゃったなん。変わっちゃったなん。変わっちゃったけど。私のじゃあ勘で読みますね。 第11位、ひらさん、ありがとうございます。最近だ、どうもありがとうございます。また、おしゃべり会お待ちしてますので、いつでもいらしてください。ありがとうございます。第10位、ぴょん、あトとまく、ゆかの人、そがベストさん、ありがとうございます。今日ごめんね。 全然な、ね、げられなかったのこのこ方ごめんなさいねまたいらしてくださいねありがとう。第9位肘かっこ筋肉ファンさんそれあんまり嬉しくないんですけどそうねあんまりうんまあうん全然私より筋肉上の人いっぱいいるしねありがとうございます。 第8位空っぽよットマーク9月もありがとうございましたあこちらこそありがとうございます9月ってもうさみんなに会うイベントはないのかしらあないわねそういうことかありがとうございましたこちらこそ来月もよろしくお願いします第7位やばいめっちゃ遅いねごめん第7位ジョージマールさんありがとうございますあなたコメントして ましたか。ありがとうございます。まだいらっしゃるのかしら。ありがとうございます。たまには顔出してね。ありがとう。第六位。チューバーかっこ仕事中だけど眠いよ。さあ、ありがとうございます。ごめん、絶対この配信見てる人。ごめんね。だけど。ありがとうございました。今日も。またいらしてください。第五位。 えー、キムアットマーク聖地巡礼中初五平餅食べましたさありがとうございます五平餅ってさ長野でしたっけ群馬でしたっけ長野かなありがとうございますでも聖地巡礼って私に言うぐらいなら長野かなありがとうございます第4位 マクフトの木206号後ーク胃が痛くても飲んでます事故自,自得さんありがとうございますそあそれはそうだね気をつけてねありがとうございます内情には気をつけてくださいありがとうございますあ長野じゃないのえなんでさまた変わるともう覚えてないよ なんで、こんなにハイスピードで変わるっけ。<laughs> あれ。あ、お花ありがとうございます。あ、この方ですね。あんたですね。ありがとうございます。はい、だい。八。絶対かっこ高雄。あとまあ、口春村サミン、今日。変わってないですよ。お名前。ありがとうございます。 せっかく昇格したのに名前が変わってないよ。<laughs> ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。やばい、私、長すぎほんでもって、3位、2、1で終了ですかとりあえず今日もう、第3位、テルマイ片口アとマーク、長岡の座席は、 ホームベンチの上だよどういういフフフ誰か解読して解読してくれありがとうございましたごめんなさい私が眠いせいなのかな全然わからないバスケあおれ ごめんなさい私全然何にも分かんないまっ、あ、いっかまっねっニュアンスでだからありがとうございました第2位東ご括弧さっきの話ワインの間違いでしたなあ間違えたなお1年以上前めっちゃ 個人的な話 <laughs>。<laughs> ありがとうございました。でしょ。<laughs> なんとなくわかりました。ありがとうございます。そういうことね。<laughs> うん。分かった。分かった。ありがとうございます。ご親切に。 はい、そして第一、1アットマーくビッグラブさん、えー、三角ありがとうございましたもう最後まで反抗するじゃんありがとうございます <laughs> うんありがとうございました皆さん今日も。 おしゃべり会に来てくださった方もたくさんいらしてくださってまあそうでもない方もたくさんいらっしゃってありがとうございましたごめんなさい私本当に今何にも何にも今考えられないごめんなさいとりあえず寝ますう <laughs> ん何か今ランキング変わった気のせいだよね絶対ありがとうございましたちょっと一回寝ますごめんなさい本当にごめんなさい 一回脳みそをリセットしてきますごめんね <laughs> よかった今2時間とかショールームやらなくてちょっと私もうこれは事故ってたわありがとうございましたそれではおやすみみんなごめんねお仕事中の方よしたらごめんねおやすみなさい <laughs> ありがとうございましたバイバーイ